ーブ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 ー、ちっちゃなちっちゃな豚がいるよ。大きくなりたいんだって。みんなで1、2の3で大きく大きく大きくなれって言ってみて。さあ1、2の3、大きく大きく大きくなれ。わー、大きくなった。ブー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 。日本独特の文化財紙芝居、絵と演じられる声が溶け合いながら紙芝居が進んでいくと、演じ手と見る子どもたちの気持ちが一つになり、そこに作品の世界が広がります。紙芝居はコミュニケーションを通して共感の感性を育む文化なのです。分かりやすく温かみのある絵、子どもの感性を育む優しいメッセージ、テレビやビデオと異なり、人と人の心が触れ合う紙芝居はコミュニケーション文化として日本のみならず海外でも注目を集めています。紙芝居は言葉の壁を乗り越え、21世紀を担う子どもたちを共感の世界へ誘っているのです。紙芝居には観客の子どもたちが声や動作で参加する形のものと、子どもたちにお話を語る形のものがあります。イタリナイタリナインサウト。お話のものは演じ手が声や表情などで子どもたちとコミュニケーションを取りながら進めます。ほら、顔も手も足もお父さんになってきたでしょ。また紙芝居にはいろいろなタイプの作品があります。民話、名作、日常生活のお話、ファンタジー、知識や科学など、子どもたちの年齢や状況に合わせ楽しく演じましょう。日本の伝統文化財紙芝居、子どもたちは楽しみながら未知の世界を知り、みんなと一緒に豊かな想像力を育むに違いありません。